95年以来14年間ユニフォームを着せていただきました。大変幸せでした。9月福岡ソフトバンクホークスの王貞治監督が辞任を表明。50年にわたる野球人生に大きな区切りをつけました。最後の最後まで杖ついてでもね、やはり4番だって痛かったんですから、もっとやりたかったなっていうような気持ちになる時が出てくると思いますよ。今シーズンを野球人生の集大成と位置づけた王監督、自らの言葉を選手たちに伝え指導してきました。結果は自分でつかめ、打撃不振に悩む若手を叱った言葉です。ミスをした若手にはこんな言葉をかけました。この一球は二度とない。この言葉に込められたのは想像を絶する高いプロ意識。基本的にはプロっていうのはミスしちゃいけないんですよ。そう思って取り組んでいかなきゃ、人間だからミスはするもんだよと思いながらやる人は絶対ミスするんですよ。またそれも多いんですよ。で同じようなミスもするんですよ。だからやっぱり俺は人間だなと思っちゃいけないんですよ、プロは。半世紀にわたるプロ人生で培った野球への高い志と哲学、それを伝えようと格闘した1年間の記録です。プロ野球を国民的スポーツにしたと言われる ON。 僕は王さんが引退した昭和55年の2年後に生まれたので、王さんの現役時代は知りません。でもビデオでしか見たことがないのに、王さんは僕にとって憧れの存在です。理由は一本足打法です。静から動へ磨き抜かれた立ち姿は惚れ惚れとするほどの美しさなのです。実は王さんは今年でユニフォームを脱ぐとの覚悟で今シーズンに臨みました。その戦いの日々は、ただ優勝を目指し有終の美を飾りたいというだけではなく、50年間のプロ生活で培ってきた野球への熱い思い、そして真摯に取り組む姿勢を若い選手たちに伝えようとする日々でもありました。3月20日、シーズン開幕の朝です。おはようございます。はい、行きましょう。今3月ですけど、9月の中旬までわからないんだというね、そういうシーズンになると思うんですよ。ですから、要するに少々悪くても本当にあの自分たちの戦いはこういう戦いなんだと思いながらね、やはり押し込むことなく、また思うことなくね、やっていこうと、今年はそういう年になると思いますね。プロ生活50年目、今年が最後のつもりでシーズンに臨もうとしていました。一気に注意しないでね、やらないとね、長丁場だから。5年ぶりの日本一を目指す大事な開幕戦。試合は4対3で逆転サヨナラ勝ち。
最高のスタートを切りました。王監督は14年前、パリーグで万年 B クラスだったチームを引き受けました。その後、松中、小久保らを育て上昇チームを築き上げました。おはようございます。王監督はベテランに続く若い世代の台頭が今年の鍵だと考えていました。おはようございます。王監督は若手一人一人に直接指導します。今年はいつもの年とは違った特別な思いを抱いていました。はっきり言って私はまあ自分で、手術したりなんかして、やっぱり命には限りあるというものを感じましたよね。今まではもう自分だけは長生きできると、人はともかく自分は永遠だみたいなね、の思いはありましたけど、やっぱりそういうふうなことを体験してね、やっぱり限りがあるんだというふうなものは感じてます。と同時にやっぱり選手たちにどん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 伝えておかなきゃいけないことっていうのは今伝えておかないとという思いもあります。やっぱりもっと分かってもらいたいとか、ストレートに伝えたいとかっていう思いは今までよりあるから。王監督が期待した若手の一人、2年目の高谷博明捕手です。肩の強さを買われシーズン中盤から正捕手に起用されました。課題はバッティング、打率が上がりません。王監督が高谷に伝えた言葉は、結果は自分でつかめ。選手時代の王監督も若い頃は苦しみました。期待の新人としてデビューしましたが、プロの厳しい洗礼を浴びました。スタンドからは王、王、三振王と言われることもありました。3年目までは成績を残せず悩み続けました。打撃コーチの荒川博さんと一本足打法を身につけようと必死に取り組みました。練習は1日に5時間から6時間にもなったといいます。王選手は自分が納得するまで決して妥協しませんでした。畳も随分破けましたよ。うちの畳安物だったもんだからですね。もう本当に1日1枚ずつ破かれちゃうんですよね。ということはそれだけやったということですな。だからバットスイング1日その何百本やったとかっていうんじゃなくてね、何百本が何千本になったかわからないくらい振って振って振りまくったですね。だから朝までやったこといくらでもありますよ。王監督の言葉を聞いた高谷、糸口を探ろうとがむしゃらに練習に取り組みました。
まあ本当にこれは野球を続けている以上絶対にこう忘れてはいけないとは思うんですよね。でそういうやっぱり言葉っていうのはあれだけ経験されてきた方だったので重みっていうのは、はい、感じます。王監督の言葉をかみしめる選手がもう一人いました。3年目の松田信弘内野手です。去年はホームラン7本に終わりましたが、王監督は将来の主軸と期待しています。今年は主に5番で起用しました。王監督から松田への言葉は、この一球は二度とない、打席での集中力を極限まで高めろという言葉です。現役時代、王選手の一球にかける集中力は常勝巨人においてもずば抜けていました。巨人の先輩だった国松明さん、王選手は打つだけでなくボールを見極める姿勢に凄みがあったといいます。手が離れるまでものすごく見てるって言うんですよね。もう凝視してるって言うんですよ。僕は凝視してるってから言う。それ以上にその投げるボールの真ん中の芯までその一生懸命見ようと思って、でもあのどんぐり目で見てるって言うんですよね。そういう発想はね、ただ一生懸命漠然と見てるっていうだけじゃなくて、本当にしっかりもう目をギレギレして集中して見ようっていうことが1日2日続いてると、このボールの芯まで見ようっていう心境に達するんでしょうね。これはもう名人の域でしょうね。それ聞いて僕も参考すればいいんですよ。続かないですね、やっぱり二塁三塁は。もう一人、王選手をよく知る人物に会うことができました。巨人でコーチをしていた町田幸彦さんです。町田さんは王選手が書いていた秘蔵のノートのことを教えてくれました。町田さんが王選手のノートの存在を知ったのは昭和50年のミーティングでのこと。ホームラン王の経験のある町田さんをうならせる内容でした。玉川だったと思うんですけどね、そこであのスタッフミーティングがあったんですよ。でそこへ、まあ、あの長嶋選手ですよね、それと王選手があの特別参加して、でミーティングが始まったんですが、たまたま王が僕の横に席があったんですよ。でその時に王がノートを持ってきたの。だからこんな厚いノートなんですよ。で何が書いてあるのかなと思ってね、ちょっと貸して、ちょっと見させてよっつってここに見たら、まあびっくりしましたね。これは王選手のノートを町田さんが書き写したものです。バットは傘を持つごとく楽に持つ。ボールを捉えるミートの瞬間にバットの速さを最高に。ノートには打席で集中するための心構えも記されていました。良いことも悪いことも過去のことは忘れてボックスに立つこと。こちらが待ち構えているところに投げ込んでくるのだから打てないわけがない。ボックスにおいては自分は世界一だと思う。類まれな集中力を生み出した言葉の数々です。王選手が一球への集中力を見せたのは昭和46年の日本シリーズです。
阪急のエース山田久志投手は完璧なピッチングで8回まで2安打無得点に抑えていました。1点を追う9回裏、ランナーを2人置いて打席には王選手。王選手は決め球のストレートを狙っていました。3球目、内角に甘いストレート、渾身の一振りは逆転のサヨナラホームラン。王選手の集中力が試合をひっくり返しました。王監督に言葉をかけられた松田は二度とない一球を逃さないための模索を始めました。試合後、自分の全打席一球一球を見直します。どの一球が凡退の原因だったのか探るのです。松田がこの日反省したのは第4打席の3球目でした。外角高めの甘い変化球、力が入り打ち損じてしまいました。この打席の1球目は内角の厳しい球、2球目はボール、そして3球目打ち損じ、4球目ボール、5球目は逃げていく変化球、最後は三振。結局甘い球は3球目だけでした。ベンチに帰ってやっぱあの球やったなっていうのはやっぱりこう後悔しますね、はい、やっぱりあそこはじゃあ来たって感じだったんですか。そうですね、まあ来たってそう思いますね、はい、あ、もったいないなっていう感じですね。なんでこう一発で仕留められなかったっていう。人間だからミスしますよね。でも基本的にはプロっていうのはミスしちゃいけないんですよ。そう思って取り組んでいかなきゃいけない。人間だからミスはするもんだよと思いながらやる人は絶対ミスするんですよ。またそれも多いんですよ。で同じようなミスもするんですよ。だからやっぱり俺は人間だなと思っちゃいけないんですよ。プロはやっぱり自分はプロだ。だから100回やっても100回、1000回やっても1000回、絶対俺はちゃんとできるっていうね、強い気持ちを持って臨むのが初めて、これで臨んで初めてプロなんでね。周りの人がね、しゃあないしゃあないってミスしてしゃあないって言って、それは周りの人が言うことで、自分がそう言っちゃダメなんですよね。自分は絶対ミスしないと。ミスしたらもう自分の、ね、頭を自分の手で、ね、引っ張るぐらいの気持ちを持って取り組んでないと、いわゆるプロとしての仕事はできにくいでしょうね。松田は練習の時から一球一球を大切にするようになりました。集中して甘い球は積極的に行くって今やってるんで、一球しかないつもりで常に打席を立ってますね、はい、この一球は二度とない。松田はヒントをつかみ始めていました。松田の変化は首脳陣にも伝わりました。お疲れ様です。王監督とコーチとの会合、話題が若手選手に及んだ時、王監督が名前を挙げたのはやはり松田でした。っていうようなバッティングするけれど、
すごいホームランも打つもんな、やっぱりな。やっぱうちの今ほら、若手じゃやっぱ一番な、ホームラン打つし。この前、西武ドームでセンターホームラン打って、うん、すぐ入ったって言ったでしょ。俺も入ると思わなかったもん。追い込まれてたでしょ、あれ。彼のはね、本当あの見た目、あの打った感覚より飛ぶよな。切れ味がないとね、はっきり言って女にもモテないよ。いやでもね。でも松永でも向きがあるんじゃないですか。いやいや、あれは意外と走塁なんかでも行くからね。おい、行かんやろっていうのはね。そんまあ、その中で覚えたもん、積極的な失敗が多いけどね。そうそう、そっちの方がまだね、救われるかなって感じですよ。俺たちも最初はそうだったんだよ、みんな。俺たちぐらいのキャリアからして振り返りゃさ、やっぱりみんなかなりその物足らなくなっちゃうけどね。でもね、言ってやらないと分かんないからね。だからやっぱり言ってやってね。若手にはチームのことよりも自分を伸ばすことを最優先に考えてほしい。それが王監督の持論です。ただ若い人たちはね、その個人のことを考えればいいんですよ。とにかくそのチームがのためにどうのとかで変にプレッシャー感じるまで自分のことは考えてくれればいいです。あとこっちがこうまとめていくからね。ただ今一番なんつうの、鉄は熱いうちに言ってたじゃないけどね、一番面白い時期だと思うんだ、本人がね。ちょっと分かりかけたっつうか、ちょっと自分の力がチームに影響を与えられるから、コーチからもね、技術的なことでストレートに言われるようになったっていうか。だから今はね、一番伸び盛りの時だと思うんですよね。で今はもう思い切ってやってほしいね。一昨年のワールドベースボールクラシック、苦しい戦いを乗り越え世界の頂点に立った日本。チームを導いたのは王監督の言葉でした。終わりまで諦めるな、最後の最後まで戦い抜く王監督の魂です。二次リーグでアメリカと韓国に敗れた日本、準決勝進出は絶望視されました。士気は落ち、諦めのムードすら漂う最悪のチーム状態。ピッチングコーチだった香取義孝さんは、王監督の言葉が選手を救ったと証言します。もう終わりと言われるまでは諦めちゃいけないってことを言ってましたね、はい、相当厳しい戦いだったんですけど、まあ、そのチャンスがなくなるまで頑張ろうと言ってました、ね、ずっとそうやって多分監督自身がそうやって野球やってきたと思うんですよ。だその辺をまあ我々に伝えてくれたんじゃないかなというふうに思いますけどね。世界の王監督が、世界の王選手が本当に世界に出てユニフォームを着て日本代表として指揮を取られたわけですから、僕らは早々と負けるわけにはいかないって。王監督の言葉にまず感じたのはイチロー。チームは戦う勇気を取り戻しました。アメリカの敗戦で奇跡的に準決勝進出。その時に監督はよしやろうぜの一言で終わったんです。一言で終わる。それで僕は改めてローテーションを確認に監督に話しに行きました。次は上原投げます、決勝戦は松坂投げますという話だ。そうだったな、頑張ろう、頼むなっていう感じでした。準決勝ではそれまで2敗していた韓国に圧勝、決勝では最強のキューバを破り世界の頂点に立ちました。でもあの言葉聞いたらみんなもうやるしかないでしょうね。やる気になるというか、一つまとまるというか、
監督がやっぱそれだけこう気持ちを込めて情熱を持ってやってますので、監督に引き込まれているようなところがあると思うんですけどね。やっぱりその誰でもが人間って食いたくないじゃないですか、後悔したくないじゃないですか。だからやっぱり後悔しないためにはそれどんだけ準備できたかということですよね。だからどんだけ貪欲になれたかですよ、自分が。それと自分をどこまで高められるかっていうことにチャレンジしたかどうかですよね。王さんが一級への集中力を高めるために通ったという合気道の道場で僕も教えを受けたことがあります。王さんはそこで木刀をバットの代わりに振って精神の集中を図ったといいます。王さんは先生の教えを聞き、次に来た時にはそれを完全にできるようになっていたといいます。一切の妥協を許さない自分に対して本当に厳しい人だったそうです。その自分への厳しさは監督になってからも貫かれました。杖をつくまで野球をしたかった王さんですが、今シーズン自分への厳しさゆえに苦しむことになります。王監督は開幕当初から点滴を打ちながら戦っていました。おはようございます。おはようございます。少し体操しよう。王監督は2年前の夏に胃がんの手術を受け、シーズン終了まで戦列を離れました。去年復帰した後も体調の不良に悩まされてきました。ソフトバンクは交流戦で初優勝。前半戦を終えた時点で首位西武を射程距離に置く3位につけていました。疲れは溜まっていましたが、チームの勝利が王監督の気持ちを支えていました。8月、オールスターゲームによるシーズン中断は休息を取れる束の間のチャンスです。しかし王監督は選手のそばに立ち続けていました。若手に少しでも自分の言葉を伝えたいとの思いからです。猛暑の続いた今年の夏、体重は5キロ減りました。腕に残る黒いくすみは点滴の跡。決して万全ではない体調を抱え、若手に指導を続けました。照り続ける日差しの中、次第に失われていく体力。支えたのは気力という言葉です。どんな時でも自らを奮い立たせたい。
王監督は選手の頃から心に刻んできました。やっぱり全てね、記録が充実してるかどうかっていうことにかかってくると思うんですよ。いくらどんないい技術を持ってる人でも、記録が充実してしなかったら絶対いい結果出せないと思うんですよ。ダメなものを認めちゃうとか、ね、そういう流れを認めちゃうとかっていうことが絶対自分はできなかったですから、だからそのことが僕の向上心だったり、その原動力だったりしたんじゃないですかね。しかし8月14日、遠征先の千葉で王監督の体に異変が起きます。正午ごろ、ホテルで昼食をとった王監督、腹部に違和感と激しい痛みが襲いました。しばらくは痛みが収まるまで自分の部屋で我慢しようと思いましたが、痛みは2時間以上続きました。要するに食べたものがあるところでとどまっちゃうんですね。そうすると何て言うか、腸閉塞というか、そういう感じのようなあれなのか、痛み、それから背中までもずーっと痛くなって、あの一つの形をしてらんないですよ。常にじっとこうしてると痛いから、立って動き回ったり、ベッドの上でこう体操したりとか、なんかじっとしてらんないんですね。だからこのままではグラウンドには立てないということですよね。ただただそのじっとしてられる痛みならまだやるんですけど、やっぱりじっとしてられない痛みでしたからね。がんからの復帰後初めての欠場、取材陣の間に緊張が走りました。チームにはいつ戻れるのか。ところが翌日、王監督は球場に姿を見せました。王監督はいつもベンチの最前列で立ったまま指揮を取ります。しかしこの日はしゃがみ込んでしまう姿が見られました。体調面がね、あまり良くないっていうのもすぐ分かりますんでね、まあ、なるべく負担をかけないようにね、なるべく本当にやっぱり試合で勝つようにね、勝てるようにね、したいなとかっていうのはずっとありましたね、はい、この試合、なんとか乗り切った王監督ですが、体調の不安がチームに影響を及ぼしていると感じていました。9月7日、千葉ロッテとの試合。クライマックスシリーズ出場のための3位に踏みとどまれるかどうかがかかっていました。4点リードの9回、セーブのつかない場面であえて守護神マハラを投入。采配は裏目に出ました。まさかの同点満塁ホームラン。逆転負けを喫し4位に転落しました。チームの異変を感じた王監督、この頃から辞任について考え始めました。まず今の状態で次の人に渡すっていうね、のはすごく自分としては、
責任感じるわけですよね。今の若い人たちがもうちょっとね良くなってきて、チームがちょっと上げ潮ムードっていうかな、上向きになった時に渡すっていうことが、ね、一番僕は自分の希望だったんですよ。一度崩れたリズムが再び戻ることはありませんでした。ベテラン選手もチームの危機を救えませんでした。9月下旬、決断の時が来ました。王監督は不本意な成績の責任を一人で背負う覚悟で辞任を表明したのです。やっぱり戦うね集団が、やはりその戦うっていうことだけに神経が集中できなくなったら、それはやっぱり持てる力は出ないし、やっぱり必ず敗北しますよね。だからそういうことがはっきり形に表れちゃったし、今まではまだ、ね、テーブルの水面下っていうか、でそういう下にあったものがピュッて出ちゃったら、もうこれはもう相手にも分かっちゃうし、不安の皆さんにも分かるし、全国的に分かっちゃうわけですから、まあ、そうなるとやはりその後グラウンドにいても、そういう形でみんなにね、大変出ているけどどうなんだろうかとかね、なんか今日は大丈夫だろうかとか、そういうやっぱりいらぬ、本来だったらそんなことは考えてもらう必要ないことをね、やっぱり選手はじめファンの人コーチも含めてね、やっぱりそうなってくると、やっぱり、まあ、疾患としてはまず失格なんです、もうそういうふうになった段階でね、うん。辞任会見翌日の9月24日、ホームでの最終戦。球場の周りにはファンから王監督への言葉が寄せられました。王監督のセレモニーを3万5000人のファンが見守りました。王監督です。王監督はファンの期待を裏切ったことについて、自らの言葉で詫びなければならないと思っていました。王監督よりファンの皆様へご挨拶申し上げます。95年以来14年間ユニフォームを着せていただきました。大変幸せでした。なんとか今年こそは取り返すんだという思いを持ってキャンプから鍛えてまいりました。決してソフトバンクホークスらしい戦いができることができませんでした。これはすべて監督の責任でございます。強く強く責任を感じております。来年以降の新生ホークス、若い力が大きく花開く素晴らしい年になると思います。本当に長い間ありがとうございました。チームリーダーの小久保。
若い頃王監督から教わった勝つことが全てという言葉を胸に選手たちの先頭に立って戦ってきました。柴原、お前がチームを引っ張れと言われ中心選手としての自覚を強くしました。エースの斉藤、逃げるなという言葉をもらい勝てない時期も起用し続けてくれたことに感謝しています。若きリーダー川崎、ユニフォームを脱いでからも野球選手だと言われ常にファンを大切にするプロ野球選手に成長しました。王監督の下で三冠王になった松中、スランプの時こそ新しい打撃を作れという言葉で自分を支えてきました。王監督は温かく見守ってきてくれたファンのもとに向かいました。声援が鳴り止みませんでした。監督ありがとう、王さんありがとう、王さんありがとう、王さんお疲れ様でした。気力で立ち向かい気力で戦い抜いた王監督、その表情は晴れ晴れとしていました。最下位に終わったにもかかわらずこんなにも惜しまれてチームから去る監督がかつていたでしょうか。セレモニーで選手一人一人に言葉をかけていた王さんの姿は選手への愛情に満ちていました。野球人としての優れた実績以上にそうした王さんの人柄をファンの人たちは愛していたのではないか、僕はそう思います。50年にわたる野球人生に大きな区切りをつけた王さん、この後の人生に何を追い求めるのでしょうか。王さんは辞任を決めた直後、その答えを僕たちに見せてくれました。あれもしたいこれもしたいっていうのはあるけれど、現実実際どうなのか分からんけど、まあ今のところはあの勝負の世界、あのその常に急によってガラッと変わるっていう状況からいわゆる解放されるっていう意味でのね、やはりホッとする気持ちってありますよね。でも多分どれぐらいそれがホッとする気持ちが持てるのか、逆にそのからその先すごく物足らないというか、本当に、懐かしいっていうかですね、もっとやりたかったなっていうような気持ちになる時が出てくると思いますよ。できればね、最後の最後まで杖ついてでもね、やはり現場に立っていたかったんですから、やはりね、野球ほど自分をときめかしてくれるものはないでしょう。9月末、王さんは親友たちとの食事会に出席しました。どうかよ、どうぞ。おかげさまで。
どうもどうも、どうもお疲れ様です。高校時代の知り合いなど20年以上の付き合いがある仲間ばかりです。この日は主賓の王さんですが、自ら料理を取り分けます。中華ってのはね、最初に取る人は一番気づかねえがね。あ、なるほど。そうだね、最初に取る人がさ、ただ後のあれね、そうだ、そうだ。だから人数と量を見てこのぐらいっていう。手術した後はもうやめたほうがいい、やめたほうがいいって一生懸命やめることで進めてたよ。で、その前からもそうなんだけども、だから実際インター発表してやめるって言ったらね、お、よかったな、なんか寂しい、やっぱり寂しい、はい、ある程度ですね、日々葛藤があるわけですよね。自分のね、あの選手を辞める時もそうでしたよ。やっぱり自分のなんていうかな、そういう気持ちがこう浮かんでくるとそれを打ち消す、でまた浮かんでくるっていうようなね、そういうあれでしたね。しばらく笑顔がなかったから、うん、終わった後あの新聞の写真のあの笑顔を見てね、ほっとしましたよ。だってもう、だって何連敗かしてたら笑顔なんか出せないよね。戦いを終えたばかりの王さん。しかし、この日も色紙にしたためたのは気力という言葉でした。野球人生50年、今なお気力を持ち続けたいと願う王さんです。白星黒星というふうな戦いは終わったけど、違う形のね、まあ戦いとは言えないけど、違う形での何かに取り込んでいくっていう前向きにっていうのは、まあ、これはもう死ぬまでねやっていかなきゃいけないんだろうと思ってます。王貞治68歳、誰よりも野球を愛し、誰よりも厳しいプロ魂を示した50年でした。情熱の火は燃え続けます。5番の視線が王の左バッターボックスに集まります。日本中が待っています。世界新記録まであと1本と迫りました。王第6球を投げた、打った、ベーッと見た、飛んで入るか、入るか、入った、ベーッと見た、入りました、入りました、出ました、出ました、王の世界新記録756号、三冠ライナー一直線。三重県と奈良県にまたがる大台ヶ原の一帯は、屋久島と並ぶ日本一雨の多い場所として知られています。その雨の一粒一粒のきらめきや、雲の中で雨が生まれる瞬間など、神秘的な雨の姿を最新の撮影技術で捉えました。10日夜8時からのハイビジョン特集です。京都市の有形文化財杉本家、この家ではある覚書に記された献立を200年以上連綿と受け継いできました。その究極のレシピを紹介します。 BS サイビジョン11日夜8時、12日と13日の夜8時は代替わりを迎えた老舗料亭と現存する最後の公家屋敷レイゼイ家をお送りします。11月のテーマは京都。